は、兵庫県神戸市や明石市,市などでバスを運行する事業者で、山陽電気鉄道の100%出資会社である。本社は、神戸市春水区清水が丘2丁目10番22号。山陽電気鉄道自動車営業本部から移管された高速バス路線の運行と貸切バスの営業を行う神戸山陽バスとして、設立された。2011年3月1日に、 山陽電気鉄道のバス事業をすべて引き継ぎ、社名を山陽バスに改称した。シンボルマークは、山陽バス発足当時は、親会社である山陽電気鉄道の、現、シンボルマークが使用されていたが、2013年10月1日より2つの、半円で S の字をかたどった山陽バス独自のシンボルマークが制定された。これは、緑が山、青が海、黄色が、 山陽バスの路線バスを表している。広島県でバス事業を行っている山陽バス株式会社とは無関係である。岡山県にも過去に同盟の山陽バスと称するバス会社が存在していたが、こちらも無関係である。一般路線バスは神戸市垂水区のほぼ全域と須磨区、西区の一部、赤石市を営業エリアとしている。営業エリアが広いため、 旧来から利用者は多い。また、2006年10月1日から、赤石市交通部が、二見地区で運行していた路線の異常を受け、新たに二見線として運行を開始。さらに2009年2月21日からは、赤石市都心部にて、循環型の路線バスを運行。2012年3月17日、赤石市交通部廃止に伴い直前まで、 運行していた路線を新規バスと当社に移管され、当社では路線通称赤市線として運行する。神戸市バスと競合路末陸上交通事業調整法に基づき戦時、買収された新名自動車が前身であり、神戸市に買収されず、取り残された部分が山陽電気鉄道に吸収合併され、当社のバス事業として継承された。したがって、今日まで、 神戸市バスとの住み分けがなされている。なお、境愛路線が多かったため、近年まで車掌が乗務していた。すべての路線がワンマン化されたのは1997年5月からで、ある。一般路線車両は、多くが椅子図製であり、夜間高速用の車両を除き2006年頃まで、すべての車両を純正車体で導入していたが、近年では三菱不走車や、 西高車体での日産ディーゼル車、赤市のコミュニティバスや赤市交通部から移籍してきた車両では、日野車なども導入している。他に、坂道の多い地理的背景から、エンジンの出力が高い車両が多いことも、特筆されよう。また、使用路線ごとに車番が定められているが、車両不足及び多客自体応などで多線区で、使用されることも多々ある。 なお2011年9月1日より実質一般路線共通とも捉えられる5000番台の車番と車番末尾に A, B, F, H, I, M, S, T, U, V のアルファベット記号を持つ車両の導入が開始され、以降旧来の車番を持つ車両は導入されなくなった。2012年5月より当年3月16日に廃止になった。 赤市バスからの一席車両が導入され、車番は先日通り5000番台で自社導入車両と連番となっている。導入時は秒谷線で運用され、後に舞子、赤市両線で運用されていたが、2020年10月までに全車山陽バスでの営業運転を引退した。なおハイガス規制エリア内で事業を行っている、関係上、近年では、 車両の延命を図るため排ガス浄化装置を搭載した車両も存在し、当初は特定輸送用に転用された一般車でのみ改造が施行されていたが、最近では一般路線に供される車両や高速路線車にも行われるようになっていた。これらは2017年をもって全廃された。これまでは排ガス規制の関係上12、3年で運用離脱し新車と入れ替えられていたが、 戦術のように車両の延命を図るため配、はい、ガス浄化装置を搭載されている仕様で15年以上、営業運行を続けている車両もあったが、2017年に、キロリットル以降の車両に統一された。一般乗り合い路線の運行離脱後、他社への移籍車両については、長野県のアルピコ交通や北海道の北海道中央バスなどに、多数の車両が移籍している。また一部の車両は、 近隣企業の特定輸送用に転用されている。行き先表示は、1984年から2000年前半まで導入された車両は、全車方向膜式で、前、側面、後部すべて同じ内容の表示であった。1977年頃までの方向膜は、当時の11系統を例にたるみ東口、木工センターと表示されていた。 車両のバリアフリー化としては1997年4000番内のワンステップバス導入を皮切りに、続いて2000年にノンステップバス導入が開始され、2016年10月末で全車完了した。それに伴い1999年を最後に従来のツーステップバスの導入を終了した。2000年後半以降導入の車両から LED 表示に変わり、 側面の行き先表示の下部に経由バス停が表記されるようになり、一部を除く1995年以降に導入された車両に更新工事と合わせて LED 表示器に換装された。側面表示器上段は、始発停留場の場合、このバスは系統経由業です。と、文字が流れる。なお側面に表示されているバス停を出発後、車内放送が流されると、 該当する、停留所名の表示が消える仕組みになっている。後部の行き先表示は、ドア開示、乗降中、が交互に表示され、ドアが閉まり発車するときは、後部は、バスが出ます、ご協力くださいと3秒程度表示され、行き先の表示に変わる。特に後部の行き先表示では横2列で文字が、表示できない。そのため後系統の表示を例に挙げると、後駅再開。 上高丸たるみ駅、または、五条、高丸、駅再開明谷駅のように省略されて、表示されている。2020年3月頃より、行き先表示の更新が行われ、側面表示器では一部の系統で、始発バス停名の表示がなくなり、経由バス停と終点のみの表示に変更されている。また、全面と後部の行き先表記も一部の系統で、変更されている。 高速路線車両ではその大半が、山陽電気鉄道から引き継いだ車両であり、伊鈴自動車製や三菱不走製が主であるが、神戸山陽バス時代には、日野自動車製も導入されており、分車後も引き続き日野、伊鈴、三菱不走製の車両を導入している。車番は7000番台となっており、シティバス立川からの遺跡車も存在する。塗装は、 山陽電気鉄道から引き継いだグリーンの塗装になっており、基本的に貸切車、路線車問わずこの塗装である。またビッセル神戸のデザインになった車両があり、主にビッセル神戸のチームバスとして利用されている。また、貸切車は8000番台の車番が付与され、一部の車両は専門学校の送迎用に特別の塗装になったものもある。かつての路線車は、 能力と白のツートーンに塗られていたが、1984年より、現在の黄色基調の塗装に変更された。これは、当時のイスズのカタログに掲載されていた車両の塗装を、そのまま流用したとされている。2016年には、創業80周年を記念して、6000軽電車と同じ塗装の特別使用者が、走っている。各番台とも新車導入からおよそ10年で、 施行される車両の延命を図る中間更新工事や車体の再塗装などにより車番末尾にアルファベット記号を持つ車両が存在している2011年から現在まで5000番台の車両の導入が続いているが1000から3000番台の車両は2010年を最後に導入されなくなっている。エリア1定期券とはタルミ線、秒谷線共通定期券の総称である。 この定期券は、垂水線と両谷線の路線で、使用可能であるが、神戸市バス担当の15.5759系統では使用できない。また東、垂水線は、垂水東口から千鳥が丘下の区間のみ、用や北町線では、垂水東口宮間台の区間のみ使用可能。59系統と2015年開業の6系統は、垂水駅細道間の区間のみ使用可能。 7系統は、垂水駅西陵高校前の区間のみ使用可能。舞子線では、秒谷線と重複している、垂水警察署前、舞子高校前引く、学園都市駅前の区間、及び、垂水線と重複している、垂水駅西陵高校前の区間内の山陽バスに、限り使用可能である。この定期券で48系統を利用し、15系統定期券とは、 山陽バス15系統、特15系統及び S15 系統、神戸市バス15系統専用定期券である。路線の重複している他系統の山陽バス及び神戸市バスでは使用できない。48.171系統定期券とは、山陽バス48系統及び神戸市バス171系統専用の定期券である。路線の重複している系統は、 西梁高校前、伊北、53系統は、舞子高校前、伊北、121系統は、駅住海病院前、伊北、56系統は、小塚山6丁目伊北、161系統は、舞田門口伊北のみの区間で使用可能である。ただし、一部重複している5.1114系統では使用できない。53系統定期券とは、舞子線。 朝霧線共通定期券の総称である。2012年3月31日までは、系統ごとに定期券が発行されていたが、2012年4月1日から53系統に統一されるようになった。48.5154.59171系統では、山陽バスエリア1定期券に干渉しない一部の区間のみ使用可能である。 朝霧駅を発着する神戸市バスタンドク路線の58系統でも使用できるが、55系統と同様に、新療台まで有効である。赤市線60.62系統では、朝霧駅、明前、北センターの区間内、65.66系統は、明前センター、明前、北センターの区間のみ有効。55系統定期券は、 名称の通り55系統専用定期券である。路線が重複する50.52、60.62系統は、朝霧駅、明前北センターの区間内のみ有効である。65.66系統は、明前センター、明前北センターの区間のみ有効。神戸市バス58系統でも、使用可能。ただし53系統定期券と同じく、 診療代まで有効である。環境定期券制度とは、地球温暖化防止のためにマイカー利用を控え、公共交通機関の利用を呼びかける目的で導入された土曜、日曜、祝日、盆休み、年末年始にバスを利用した時に適用される割引制度である。制度は通勤定期券にのみ適用され、通学定期券及び福祉乗車証等では適用されない。 また、高速路線や赤市市、コミュニティバスはこの制度は適用されない。下車時、運転士にエコ定期です。家族人です。と申告して、定期券を提示すると、家族分の料金は大人100円、子供50円となる。舞子線など、神戸市バスとの共用路線でも適用される。なお、地下鉄を含む神戸市交通局のエコファミリー制度と混同され、安いが、 山陽バスでは2016年4月より新設の特15系統と2017年4月から神戸市バスとの共用路線である57系統のみエコファミリー制度が適用されるようになった。他の名谷線、舞子線の山陽バスではこの制度は利用することはできない。二千四年四月三日より山陽バスカードが導入され千円、二千円、四千円、子供用千円、 昼間専用1000円、昼間専用2000円の設定がある。このカードは、神戸市バスの路線のうち、垂水区内の路線と三妙谷駅を発着している路線でも使用できる。なお、高速路線と赤石市、タコバス、新規バスでは使用できない。山陽バスでは、神戸市、バスカードも使用できるが、交通局発行の、昼間専用4000円バスカードとバス、地下鉄共通の、 ニュー、ユーラインカードは使用できない。過去に、赤市交通部が発行していた、乗りたいカードは、朝霧駅を発着する路線と赤市線、二見線で2013年3月31日まで、使用することができた。2021年6月末をもって、発売を終了し、2022年3月末に、利用終了となる予定。山陽バスの親会社である、 山陽電気鉄道の路線に導入されていたピタパが2009年4月1日より一般バス路線にも導入された。これに伴いピタパ利用者を対象に事前登録不要の利用額割引及び事前登録を必要とする登録型割引の2種類の割引制度が導入された。また同時に二味線以外の路線では神戸市経路パスをタッチすれば五十円の運賃が 自動的に徴収されるようになった。2021年3月15日まで全国、総合利用サービスに参加しておらず、ピタパとアイコカ以外の IC カード乗車券は使用できなかったが、翌16日より全国総合利用サービスに対応し、ピタパとアイコカ以外の IC カード乗車券が使用できるようになった。また、同年4月1日より、神戸市バスと共通で、 愛子家によるバスポイントサービスも開始された。3、3、3用パスを主に3連休などの大型連休に使用できる規格乗車券で、二見線と高速路線以外の全線の3用バス運行便に使用でき、定型の店舗での割引等のサービスを受けることができる。大人用のみ500円で乗車券1枚につき大人1人と引率している、小に2人が利用できる。 紙式乗車券なので、定期券と同様、カードリーダーに通さずに運転士に提示する。なお2015年1月版をもって、販売と企画は終了した。ライタグの設置例たるみ線、西舞子線、編集たるみ線は、たるみ駅を起点に、霞ヶ丘、清水が丘、清涼高校、上、高丸団地方面を結ぶ路線である。6系統は、 西舞湖線と称され、清涼台、北舞湖を経由して、西舞湖方面を結ぶ路線である。7系統は、たるみ、多門団地線と称され、液災海病院前を経由して、多門団地を結ぶ路線である。1系統、6系統は4000番台、2.3、4.5、7.8、9系統は、2000、3000番台、5000番台の車両を中心に運行されている。 妙谷駅行きは、上、高丸団地発車後の車内放送が流れると同時に、五条、高丸団地駅再開病院妙谷駅後、駅再開病院妙谷駅に変化し、駅再開病院前発車後の車内放送が流れると、同時に後妙谷駅に変化する。妙谷線、塩谷北町線、東、垂水線、編集妙谷線は、垂水東口を起点に、妙谷駅、 学園都市駅、筒子が丘方面を結ぶ路線である。15.57系統は神戸市バスとの共同運行だが、15系統は一部ルートは異なる。主に2000.3005000番台の車両で運行される。10S15.3057 系統は中型車の車両で運行。14.15、特1 5 s 十五系統は垂水東口を起点としないが、 妙谷線として扱われる。57系統は東タルミ線、30系統は塩谷、北町線として扱われる。1974年春頃に現場捨て名に改消、北行きの10系統、神田町乗り場は当時地蔵前と呼ばれていた。経路は途中のクラブ前から10系統のルートに入り、高丸、八幡田浦、八幡田前を経由して運行されていた。 八幡前から狭い直線道路を南下して、狭い T 字路を左折して、旧、樽見東口に到着。1980年頃から車両が長くなり、左折するのに非常に困難な状況が続いていた。震災後から、現在の野田通水道橋を経由して、当時の23系統の起点、樽見鈴木橋を仮の発着地として、運行を再開した。 1995年春に、樽見区役所北側に乗り場が移設され、2000年に現在の場所に変更された。15系統について、編集1982年春頃に系統番号が統一され、2000年頃までは、山陽バスが前乗り、後ろ振り、神戸市バスは後ろ乗り、前振りと乗降方式が異なっていた。現在の行き先表示は、山陽は、 15桃山台、奥畑明谷駅、15奥畑桃山台青山台、神戸市バスは、15明谷駅15青山台行き先の、元に、と小さく経由地が表示される。2016年に、旧道、中山、北須磨高校前を経由する特15系統が、開業し3ルートとなる。2020年10月は、神戸市バスが一部の時間帯に、 菅野台7丁目を経由するルートで運行。2021年4月のダイヤ改正で、特15系統の一部を S15 系統に変更して、振動と新和台を経由するルートで運行となり、15系統は高ルートで運行され複雑化している。車内放送で、神戸市バスは、このバスは15系統、北須磨高校周り、青山台行きです。と経由地をつけて放送されているが、 採用は2019年5月19日まで、このバスは15系統、青山台行きです。と経由値をつけずに放送されていたが、2019年5月20日の車内放送更新で、このバスは15系統、奥畑経由、青山台行きです。に変更された。なお、青山台で運用を終えた神戸市バスの車両は、 山陽バスの奥畑を経由するルートを改送ルートとして、車庫へ記車している。舞妓線、編集、舞妓線は、舞妓駅を起点に、多門団地、舞妓高校、清涼台、県省前、学園都市駅を結ぶ路線と、朝霧駅を起点に、明舞団地、新涼台、伊川谷高校方面を結ぶ路線の二つからなる。なお、垂水駅を起点としている系統も、 マイコ線に含まれている。主に1000番台と5000番台の車両を中心に運行されている。なお48系統は、たるみ、苗谷専用の車両、59系統の車両は、日によって異なり、1日中1000点500番台の大型車が運用される場合もあれば、4000番台の中型車のみで運行される場合もある。全路線が、 書類上神戸市バスとの共同運行路線である。なお55系統は2012年3月16日まで山陽バス、神戸市交通局、明石市交通部の全国的に珍しい3社、共同運行であった。171系統は神戸市バス、48.191系統は山陽バスのみの運行となっている。線の神戸市バスは1981年、 頃まで前乗り、後ろ振りの料金先払い方式であった。舞子線の山陽バスが1986年頃に後ろ乗り、前振りの料金後払い方式に変わるまで乗降方式が異なっていた。赤市線、編集元赤子市交通部でオリジナル塗装のまま運用している山陽バス、赤市線車両赤市線は2012年3月16日まで。 赤獅子バスで運行されていた朝霧駅から松が丘、赤獅駅方面を結ぶ路線である。赤獅子交通部時代の朝霧線と団地内線と大倉線を引き継いだ。なお62系統は山陽バスへ移行の際に新設された路線である。2021年3月7日まではほとんどの路線で2個パカードが使用できたが朝霧駅から名前 北センターで航路が重複する50.5255、系統では使用できなかった。なお、すでに利用終了しているため現在は使用できない。赤市交通部からの異常により、約42年ぶりに山陽バスが赤石駅へ乗り入れることとなった。赤市交通部から受け継いだ一部のノンステップバスは、塗装そのままに当選区で運用されていた。運行開始当時のわずかな期間は、 経由地表記が明石市交通部の表示に合わせ、明前団地と表記されていたが、その直後に正規の経由地である松が岡省に変更された。便数は各路線とも1時間に1便のみで運行されているが、路線の重複している新規バスの便が多く運行されている。2021年3月末をもって明石駅への乗り入れを終了した。二見線。 編集二見線は2006年9月まで明石市バスで運行されていた二見人工と方面を結ぶ路線である。運賃は JR 土山駅南口及び西二見岡の上、人工島内各停留所間は220円で、その他の停留所間は180円。午前と午後で人工島内のルートが変わる。車両は整理券方式。 いわゆる宅間対応設備を備える4000番台の、たるみ、二味線兼用車両と赤市線から転用された5000番台の車両が使用されている。全車ワンステップバス。戦術の3、3、採用パスは使用できない。過去、休止中の一般路線、編集、タコバスを、参照第7ルート、西江ヶ島ルート第10ルート、青葉台ルート第11ルート、 清水ルート第15ルート、二目ルート三井アウトレットモールマリンピア神戸無料、シャトルバス、スマサクラ巡りバス休止路線、編集共同運行撤退路線、編集過去に運行されていた高速バス路線、編集。ありがとうございます。